いや、おもろいな、回す。喋るのが、ウルカさんはじめまして、とメタさんはじめまして、とバタさんはじめまして、むつみさんはじめまして。いや、もう同じ、同じくはじめましてですね。よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして、はじめまして、はじめまして、はじめまして。はい、はじめましてですね。ヒロクマランです。あ、アニマーレです。あ、ひじめレディアです。あ、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。ひじりめレディア、めレディアちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ひじりめレディア。いや、言えてない、言えてない、言えてない。ナイス、ナイス。もういいよ、もう。川瀬さん、川瀬さん、俺、ナコノッチじゃないっす。中野っちです。中野っちなの。中野っち。あてさん、昨日私のひろくまらんのランがカタカナになってた。やっぱそれはいいじゃない。それはまあ、それはまあ。まあ許してあげましょう。仕方ないですね。ありがとう。じゃあ今回は全部ひらがなで書くわ。いい、大丈夫。始めますよ。はい、始めますか。はい、お願いします。はい、じゃあ始めます。お願いし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 ます。じゃあ初めてのメンツ緊張するんだけど、はい、どうも。はい、はい。うわ、マジか、死んでんの。これはマジで適当に真ん中のボタンを押しに来ただけ。あ、まあ確認じゃ、ね、なんで、あ、確認、普通に確認、うん、いや多分結構長引いてて、なんか下に発見もなかったからって話じゃないかな、おそらく。ワットさん、右側ナビゲーションすれ違ったんですけどね。いや、俺右側では見てないかな。ロワに今3人いたよね、最後ロワ近くに。はいはい、うん、あれ、誰か上行きました？え、そのままロワに3人一緒にいる今。ワイピョンちょっと上に方に行ってた。セキュリティで死んでるんじゃないかなと思うんだけど。ワイピョンはウルカちゃんとヒジリメがロワの方でなんか、うん、なんかやってて、うん、確かになんかワットさん、俺セキュリティ見てたかもしれない。そう、リアクターで私とコマリが最初に行って直したんだよ、うんうん、その後にワットちゃんがセキュリティに行ってカメラを見てたのを確認して、今私下回りで行ってエレクトリカでいるんだけど、その時にロワリさんに行ったの確認したから、その中の誰かかなって思ったんだけど、右にはない。ナビゲーションから中野っちさんとリリアさんが出てくるのを見た後に、うん、俺あの直った後にシールドで中野さんとすれ違ったんで覚えてます。そうですね、覚えてます。でその後俺ナビゲーション O2 ウェポンの順で巡回してったけど、死体は落ちてなかった。カフェテリアのその初動キルの場所も見たけどなくて、そのまま今下ってってるから右ではないはずです。俺が行った後じゃなければ。みんなの位置聞いたらいいんじゃないかなと思うけど、ね。はい、ちなみに私はストレージで中野っちさんと閉じ込められてます。そうですね、僕のカフェテリア下るぐらいですね、だいたい。コマリさ、どこ行った？うん、リアクター直した後、私アッパーエンジン上行ってカフェテリア。あ、オダナブさんがやってないんだったらコマリしかないんだけど、うん、あ、それでまあ多分だいぶ絞れるとは思う。はい、はい、で、まあ、さっき の、 その状況整理した方がいいと思ってテメントもしてって言ったんですけど、まず多分右側にいる人、俺は中野さんとシルドですれ違ってて、俺上の方に行ってるっていう中野さんが言ってるから、多分僕は
できないんじゃないかな、今回のに関しては。すみれさんも、乱太郎さんと中野さんがストレージの中に閉じ込められてた。そう、閉じ込められてた。そう、この2人もほぼできなくて、すみれさんが見たっていうその3人と、レリアちゃん、ウルカさん、オタノブ、小森が上回りで行った。マジで誰ともすれ違ってないから、これ何も言えないんだけど、現状でメットさんかワンちゃん、そのワットさんを右側で見たっていう中野っちさんの発言を救うんだったら、乱太郎中野っちのその二郎も得るのかなっていう。結構当たらすよ、でもワットさんが右にいたのは。なので全員とすれ違ってる気がするけどね。そうだし、リアクターで直したのも結構最初の方だし、直近まで生きてたっていうあれがあるのであれば、多分その二人はできないんじゃないかな。すみれさん見てる。アモアス落ちました、自分。あら、川瀬さんが黒だということで釣ったということ。あ、そう、俺が黒にした釣ったって。僕実はメッドベイからエレクトリカル飛んでセキュリティ飛んでぐるぐるしたんですよね。あー、なるほど。黒じゃん。超あるじゃん。超黒いと思う、マジで。本当にもう。もう本当に。はい、はい、はい、中野ちゃん死んじゃってる。アイパンさっきエレクトリカルの方行って、トンボちゃんと一緒にいましたね。うん、ロアで見かけたな、一回。30秒から1分前、大体。今さ、ランちゃんとコモリ、どこで合流してどう来ました？上、合流、上、アッパーエンジンの廊下。あ、ここだ、そう、アッパーエンジン、そう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 。ね、ロアで死んでるんよ、これ。ロアの方から、ランちゃんとコモリが一緒に来たから。私、セキュリティにずっといて、カメラで。暗くなってんの分からんくて。で、そのままずっと見てようかなって。あ、でもカメラは見てた。下に下ってないから、怖くて普通に、なんか、カメラ見てようか、そこにいようか。人と合流していこうか迷って上行った、うん、というか私ずっと誰かしらとすれ違ってるからキルする時間がなかった。ずっと追われてた誰かしらに。右下のカメラ忘れちゃった。あ、すいません。いやー、完全に巻いてますね。面白くなってきましたね。カノッチさん誰に殺されてました？レリアさんでした。レリアさん。あれか、そうだよね。そう。いや、もうだいぶ腐ってた。そうそう。ちょっとさっきの、はい、みんなの場所もうちょっと聞いた方がいいと思うんで、みんなの場所を行きましょう。リアクターのタスクこなしてて、でなってる最中か、ちょっとそのタイミングが曖昧なんだけど、セキュリティを見ているめっちゃ見ました。エレクトリカル停電向かおうとしましたっていう行動は覚えてる。自分はとりあえず左にはいたけど、リアクターのタスク結構ポチポチやってるから、長い間いたってタイミングがそうわからん。私も左にはいたけど、ロアから先行ってないから、下にだから中野っちさんも見てないし。ちなみに最終地点はメッドベイでした、さっきのは。ともちゃんさ、うん、え、結構ワイピョンたちと一緒にいたっけ？15秒とかそんなんだと思うよ。そこまでずっと一緒に行ってはいない。行ってはいないけど、最終的にはエレクトリカルにはいたっていう感じではあったんだけど、うんうん、でもセキュリティで見かけたって言われてるからに、ね、あ、え、左、メッドベイいた、メッドベイいた。ワイピョンその前メッドベイいた。メッドベイに行って、でそれでカメラで見られたのかなと思う。
ルッカさんは？は割とレリアさんと一緒にいて途中まで。ちょこちょこ見てたかな。その後オタノブさんとトンボさんかな、うん、リアクターいるのを見てその後に、エレクトリカル直しに行ってって感じだったかな。ワイピョンもう一回話したいな。ちょっとワイピョンの考えをお伝えしたいで。うん、そんな考えることあった？ござん。あんまないっす。さあ、面白かったまいりました。さあ、ワイピョンの考え。ワイピョン警察、一体どんな弁護をしてくれるんですかね。実況解説始まった。左いたのが、あれだったの。はい。はい。さっきの話で言うと、トンボちゃんとワイピョンはエレクトリカルにいましたと。で、ワイピョンはメッドベイから下に下って、ローアーエンジンエレクトリカルに行ってるんですよ。そこのどっかであのトンボちゃんと合流してエレクトリカルにいたんだけど、その時にはまだ死んでなかった。ワイピョンもあの小森とランタロウが怪しいかなと思ってて、でさその小森がまず怪しいって思ってるのは一番初めのそのリアクターから上の方に上がってってっていうところで、そうだね、うん、あのワタちゃんを殺す。でワイピョンも実際その一番上の方に行って、真ん中十字の左側の十字路あるじゃん。あそこの本当ちょっと上に上がったレベルで。あの、うん、発見っていうかボタン押されてるから正直見てないよね、うん、でそこでレリアちゃんと誰だっけ、ルカちゃんかが2人ロアのエンジンでいたのは知ってるから2人は違う、うんうん、おもろいなぁ。試していいっすね、この試合の試していいっすね。時は偶数、うん、はいはい、とりあえず押したくるくるね、うん、うん、タスクの祈りだな。私あと1個あと1個私ビッグトリカルに2つあるの。ワイピョンあと3つ。ワイピョン多いね。ごめんなさい。ノブ人狼なんじゃないの。ワイピョンかな。ワイピョンじゃないよ本当に。あ、中野っちさんもやってない。中野さんもマジで見てない。ちょっと手見て見て、ちょっと手、血はついてない。あ、ついてない。ついてない。ほんとちゃん、おだらば、あ、やめた。じゃあちょっと手見てみて。ワイピョン手頭についてない。あ、頭についてない。頭つき。え、ワイピョン頭つきで倒したの。向いてるよね、割とね。ずっとリアクターこっち当てたりとか。ちょっと手見て、手ついてはないな。ついて、危ない危ない、ついてない、ついてない。弁当の中にずっとこもってたんじゃないですか。だからついてないみたいな。ちょ、ほこりついてんじゃない、ほこり、お尻に。どう。でもなんかうち、ちょっと面白かったのが、ワイピョンさん、目と絡みないのに、こもりって言ってたの、ちょっとウケた。あ、かった。え、誰だったの？誰これ？これね、これマジキルがうますぎましたね。いや、キルうまかったよね。あのね、中盤でやられたんですよ。直前じゃなくて上行ったり右行ったりで、俺バレてないっていう状況がずっと続いてて、うわ、一番端っこで殺してた。そうだから、いろんな人がなんか疑われてた。そうなんだ。そう、部屋作りますね、また。はい。なんかね、インポスターじゃないのに弁当入りだから遊んでたらバレちゃったわ。それ釣られだからゲームクラッシュしてる。そう、しゃあないしゃあない。